村康介選手、アメリカインディーカーシリーズで活躍をしています。そして2代目 RA300 は F1 ドライバーの佐藤拓磨選手がドライブしています。1967年です。今回はジョン・サーティースの乗っていたマシンがこの茂木で走っています。RA27 にはインディカードライバーの松浦康介選手、 RA300 は佐藤拓磨選手、ホンダの第1期 F1 のそれぞれ優勝を飾ったマシーン RA272 と RA300、 素晴らしいドライビングをしてくれましたドライバーたちにどうぞ温かい拍手をお送りください。